今日の試合を振り返ってください。そうですね、今日の試合、まあ、ちょっと厳しい展開になりましたね。結構相手が思ったより強く、相手の組み技が思ったより強くて、まあ、打撃はあの試合を見た通り強かったんであれですけど、まあ、でもちょっと安定になっちゃったんで納得はいってないですね、はい。試合が終わって相手の印象は変わりましたか、試合前と。本当に強かったなっていう感じですかね。あの判定勝利ですけども、あの自分の力は出し切った。そうですね、調子も良かったですし、まあ、その結果で判定なんで、まあ、いろいろ課題も見つかりましたし、またこれでさらに強くなって判定にならないような試合をしていきたいですね、今後。あのもっとこういうことを出したかったというのはいくつか、まあ、自分の中で明確になりますか。そうですね、もっと距離を近くして打ち合ってもよかったのかなと思います、ね、それは相手の打撃が強くてちょっと踏み込めなかったとか、そういうことですか。まあ、ちょっと幻想を抱いてしまったというか、もう全て1ラウンドで KO してきているんで、相手がこう拮抗した試合を分析できればよかったんですけど、そこでまあ初めて俺とこう拮抗して試合になったんで、ちょっと相手を過大評価してた部分もあるかもしれないです、はい。今日はちょっと試合の順番がちょっと変わってしまったりとかしたんですけども、そこは調整とか、あの感情の持っていき方とかがあれしたことありますか。影響しましたか。まあ、特になかったんですけど、ちょっと弟のセコンドについて先にその会場に入って、その会場の雰囲気を感じてしまったので、試合前にあまりにも緊張しなくなっちゃって緊張しないっていうことがやばいなというふうに思いましたけど。